はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。まったりとした午後でございますね。金曜日の、2時17分ですか。まったりしますよ。ちょっと1時間ぐらいね、電話で取材を受けてまして、いつもの通りそのコロナ後にこう住宅不動産どう変わんねんっていう話から、まああと付き合いの長い記者さんなもんですから、もう何年でしょうね、7、8年前から、まあ年に1回ぐらいでしょうかね、何回かお食事もしたことあります、取材がてらのね、したこともございまして、その方と小1時間、まあ、この個人事情も含めていろんな話をさせていただいてて、まあその住宅不動産の話はね、従来言うてる通りの話をしてたんですけども、あれですね、でその方がおっしゃってたのは、その食料不足になるんちゃうかという今噂が出てますね。インドネシアとベトナムが米の輸出を停止したとかね、ソ連ロシアが何かの輸出を停止したとか、そういう話が出てて、小麦粉がちょっと不足してるみたいな話もありますね。あるいは片栗粉が店頭から消えたとかっていう話もあります。食料不足が来るんちゃうかという話があって、僕はニュースメディアを見ててそういうのを読んだりもするんですけども、こう口に出してお話を交わしたのは今回が初めてで、ふーんと思いながら、この前 あのトイレットペーパーもそうですよね。トイレットペーパーなくなるよっていう話で、別にあれほんまになくなったわけではなくてですね、みんなが余計に一つ二つ買ったわけですよね。それだけでなくなった、店頭から消えたわけです。実際トイレットペーパー不足したというような話はないわけですね。そういうどう言いますかね、一時的な需要の偏りっていうのは発生するもんでして、まあ人間ね、そんな賢くないですからね、ほとんどの人がねトイレットペーパーが不足すると思わないんだけども、まあ買っとこうかと、そういう話があるし買うとこうかということで買わはるわけですね。この事務所もう僕一人なんでね、で男一人でしょ、トイレットペーパーってほとんど使わない、ほとんどって使いますけどね、使いますけどそんなに業さん使わないわけであって、結局だからどうでしょうね、不足やい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 や言うてる時から2ヶ月ぐらい経ってるんですか、全然なくなってませんね。あの時ここに来はった人に持てってこと2つぐらい渡した覚えがありますけど、それでもそのくくりからもう消費してませんね。新しいの買いましたけどね、一くくりは。まあそんなもんでして、食料の話もね、言うてみたらそんなもんなんですよ。3.11 の時にガソリンが不足しましたね、てか不足したってことになりましたね。あれも不思議なもんで、ガソリンなくなるでーって言うから、みんな車持ってる人がよっしゃ満タンにしようって言ったわけですよね。それでなくなったという、それだけの話なんですよね。で小麦なくなる、片栗粉なくなるっていうのもそういう話の延長やと思います。食料が不足するというのはね、要は、供給が需要に追いつかなくなるということですよね、基本的に考えれば。でよく考えていただきたいんですけど、コロナやからといってね、穀物生産高が下がるということはないんですよ。よほどね、その労働者がいなくなったらってですけど、そんなもんね、その人口の1割もね減るっていうことはないわけですから、どんだけどこまでいったところで今の状態を見てるとね、ということは別に生産高がね1割下がるっていうこともないわけなんですよ。な部分的にね、その野菜が収穫できるようになるとか、そういうのはあるかもわかりませんよ。何かがこう店頭から消えるとか、それはあるかもわかりませんけど、僕らがね食料不足で植えるなんてことはほぼないと思います。値段が多少上がったりすることはあるかもわかりませんけども、要は健康を保つために、栄養補給が うまくいかなくなるほど食料が不足するなんてことはありえないんですね。どこをどう立てたらそういう話なのかよう分からんのですけども、穀物生産、あるいは食料生産、あるいは漁獲、あるいは牧畜等の生産高がガーンと減ると、
例えばコロナが牛に移ってですね、全地球上の牛がみんな死ぬとかですね、そういうことにならない限りにおいて、そうなったところでね、別に牛食わへんかったらええやんというだけの話でしょ。ビーフ食わへんかったらええやんというだけの話で、他でできるやんって、なんか鶏増やしてなとか豚増やしてなということができるわけなんです。でこのね、20世紀に人間は物の生産力っていうのを飛躍的に高めたんですよね。飛躍的に高めて、あらゆるものですね、あらゆる生産物、工業生産物も含めて農業生産品もですね、農業生産物も資源もですね、ものすごい量を作れるようになったわけです。でむしろ需要が足りなかったわけですね。需要が足りないから物の値段が安くなるという状態になって、それは部分的に局所的に物が足りなくなるというのはありますよ、ありますよ。だってみんながトイレットペーパー買いに行ったら食べなくなるやんみたいな。で今回の騒ぎで、マスクというものに対する需要は多分コロナ前とコロナ後に比べたら30倍では効かないと思いますね。300倍、もしくは1000倍ぐらいの需要が増えたと思います、全世界的に。でそうなったら完全に足らなくなって、不足して、値段が上がる。現にコロナ前は、1枚あたり10円ぐらいやったのがですね、一時200円ぐらいまで行きましたよね。今また30円ぐらいまで戻ってますけど、まあ、それが経済というもんでございます。でまあね、小麦粉が足りひんとか大豆が足りひんとかって、まあ、言うてもね、まあ言うてもそんな高くなるかも分かりませんよ。コロナが破壊したのは人間の健康だけじゃなくて流通というものも破壊して、ロジスティックというものを破壊しているところがあるんですよね。飛行機飛ばない、船が、ね、走らないみたいな、まあ、船は走ってるよね。まあそういうところがあって、部分的に、いろんなものの需給がちょっとややこしくなって値段が上がるっていうことはあるかもしれませんけども、ボリュームが足りなくなる、つまり僕らが植えるというようなことは今のところありえないですね。で、仮に仮に小麦がないってパン食えへんというのは、パン食べへんかったりだけの話ですよ。パンの代わりに米食えよって。日本国中休耕田だらけであってね、米今よりたくさん作れるんですよ、作ろうと思ったら ね作る人がいればね。ほんなそこを休耕田はまたあれ田んぼ米作ってくれたらええやんという話になるわけであって、食料不足になるとかっていうのはまあ一種のですね、憶測的なデマの類ではないかなと思いますね。まあ風が吹けば桶が儲かる式の理屈は立てられると思うんですよ。こうなってこうなってこうなってから、まあ、例えばちょっと心配なのはバッタとかありますよね、中東から今インドに向かってるという話ですけども、バッタがですね、食料を食い尽くす、農業生産物を食い尽くすということはあり得るかも分かりませんけども、世界全体の需要から考えれば、需要というか供給から考えれば、そんなにこう値段が上がるかも分かりませんけども、我々日本人が植えるというほどのことでもなかろうというふうに私は思います。そんな常識で考えたら分かるやんっていう世界なんですけど、でも、まあ、そういう話がね、ちょっと権威あるメディアから流れたりすると、うわー食料不足やとかって、てか我々の、ね、DNA には、ね、食料不足があるんですよ。僕の世代は植えたことないですよ。僕以降、日本人の僕以降、つまり私58歳ですけども、そうですね、65歳ぐらいより以上っていう方は植えたことがほぼないと思いますね。普通の人でひもじい思いをしたなっていうことを、そういう記憶を持ってある人ってのはほぼ 2% もいないんちゃうかなと、はい、2% もいないんちゃうかなというふうに思いますね。だから忘れてはいるし、私も記憶はないんですけども、植えたということに関しては親から聞いてるわけですよ。ひもじい思いをしたということも親から聞いてるわけでして、それに対する恐怖感っていうのはまだ DNA の中にあるわけなんですね。だからうわーっと、うわ大変やってなるかも分かりませんけども、あれですね、冷静に考えればですね、そんな恐れることもないし、心配することもないし、人々と話すほどのこともないなと思いながら、さっきの電話の取材を受けてたんですけどね、
一部にはね、そういうことをね、ほんまに心配してるっていう向きがあるかもしれません。で、あるいは一時的にね、大地震とかが来てね、日本だと、ね、大地震が来て、ロジスティックがうまくいかなくなったら、それはあります。それはね、食べるものがなくなるとあり得ます。現に東日本の時もそうでしょう。孤立した避難所とかでは食べるものがなかったわけですね。だからそういう部分的なことはありますけども、マクロでね、日本に供給される食料が不足するというようなことは、どうも考えにくい。値段が多少上がるっていうのはあり得るかもわかりませんけどね。はい、そういう基本的な、私が基本的だと思っている考えをお話しさせていただきました。はい、皆さんどうもありがとうございます。